ねえねえバック、今日のライブさ受けた？滑った？受けたの、すごい。てか女装どうだった？だって今日のさネタさ女装したんでしょ？見せて、写真見せて。これがタック？ディオールのコンシーラー全顔に使った。だからディオールのスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー全顔、全部の顔、顔全面に使ったんですかて。ありえない。ふざけんな。え、マジでありえない。あったじゃん。え、貸した時ほとんど残ってたじゃん。ないじゃん。え、ない、ない、ない。なんてキャンメイクとかセザンヌも入ってんのに、わざわざディオールのスキンフォーエバーコレクトコンシーラーに手つけ、ありえない、本当にありえない。だからコンシーラー違う、ファンデーションじゃない、これコンシーラー。ちょん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 なの、クマとかあのシミとか隠すときにちょん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 ってちょっとだけ使うやつなの。信じらん、違う、これ6000円もすんの。違う、6000円、違う、あのだから、あのこっちセザンヌとかキャンメイクは600円とか0、0、1個多いんですよ。これはそういうものなの。え、逆に、え、何このちょん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 って使えてたな、どうやって使い切ったこの手とか足にも使ったな。ふざけ、え、そんなに怒るんだったら最初から抜いとけばいいじゃんって言った。あ、言ったね。あ、言って、じゃあさ、あのタックンだってこの前さ、ポケモン、私になんかポケモンやってみって言ってやらせたじゃん、やらせたんです、やらせたじゃん。そしたら何、あのなんかイモムシみたいなさ、キャタピー、あ、そう、そのなんかキャタピーなんちゃらピーにさ、なんか私がマスターボールさ投げたらさ、なんか持てないって言ってさ怒ったじゃん。そんなに怒るんだったら最初から抜いとけばいいじゃないですか。で、後から言われても腹が立つだけでしょ。どうしようもないでしょ。それの100倍の怒りだと思え。てかさ、なんで女装すんの。なんで芸人はやたらと女装すんの。ネタってさ、あれだよね、あの告白でしょ、告白のやつでしょ、告白設定の。いや、まだコンビならわかるよ、そのなんか男女のそういうの。たっくんピンじゃん。男やれよ。なんで女芸人は女を武器にするなとか言われて、男芸人が女を武器にしてるんですか。もうむちゃくちゃだろうが、そうなってくるとって思ってる女芸人もいるんじゃないですか。私芸人じゃないからわかんないけど。なに、スタバカード、俺にサプライズで入れといてくれたの。お客さんからもらったもんで機嫌取ろうとするな。